ピアース軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は7857人で、軍庁所在地はピアース。隣接するマディソン軍、スタントン軍とはノーフォークショート指揮を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートでピアース軍の車両は最初の数字が40になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 ピアース軍の車両登録台数が州内の軍の中で40番目に多かったからである。ピアース軍は1856年に組織され、アメリカ合衆国大統領のフランクリン・ピアースにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1490平方キロメートルである。このうち1486平方キロメートルが陸地で、 3平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.23%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ピアース軍には7857人、2979世帯及び2141家族が暮らしている。人口密度は5平方キロメートルで2 平方キロメートルの平均的な密度に3247件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人98.65%、黒人0.08%、先住民0.36%、アジア系0.20%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.23%、及び、根結0.46%で、 0.71%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。ピアース軍に住む2979世帯のうち35.30%は18歳未満の子供と暮らしており、63.40%は夫婦で生活している。5.70%は未婚の女性が接待種であり、28.10%は家族以外の住人と同居している。 25.70%は独居で、全世帯の13.70%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.59人であり、家庭の場合は3.14人である。軍の住民は29.00%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が7.00%、25歳。 以上44歳以下が26.00%、45歳以上64歳以下が20.90%、および65歳以上が17.20%となっている。平均年齢は38歳である。女性100人に対して男性は100.00人いて、18歳以上の女性100人に対しては男性は95.10人いる。 軍の世帯ごとの平均収入は32,239九米ドルで、家族ごとでは4500米ドルである。男性の26,563三米ドルに対して、女性は2二2 3 7七米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15,980十米ドルである。総人口の11.80%、 家族の8.80%は貧困線以下である。18歳未満の子供の14.20%よび65歳以上の12.90%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。